げちゃん。励ましておめでとうございます。いやいやいや、すいません、励ましておめでとうございます。はい、2020年、ハゲちゃん始まりました。皆さん本当に去年はいろいろとね、協力していただいてありがとうございました。本当になんかもういろんな人とね、こう会っていろんな人と話をして、みんななんかいいコメントをいただいてありがとうございます。まあいろんななんかこうコメントいただいたんですけど、もっともっとなんかこう僕をディスってくれてもいいし、別にいろんなもうなんかこうコメントをいただきたいなと思います。2020年、そうですね、僕の2020年の令和2年ですね、令和2年としての僕の目標はエイメマンダリンパイレッツ、今年も、コーチをやります。コーチといっても、去年は野手コーチだったんですけど、今年からなんとヘッドコーチになることになりました。ヘッドコーチに、ヘッドコーチになることになったんですが、別に何も変わりません、何も変わりませんが、愛媛に僕はずっといますんで、足を運んでいただいたり、 YouTube を見ながら、僕のコーチ姿を見に来てくださることを僕は願ってます。なので、愛媛に来てください。いろいろありますからね、坊ちゃんスタジアム、あと道後温泉、あとは鯛めし、まあみかん、いろいろありますから、ぜひ家族、恋人同士、いろいろ来てください。よろしくお願いします。で、まあハゲちゃん、2020年もやっていこうと思うんですけど、いろんな方にいろんな、話を聞いて、いろんな面白い、ハゲちゃんにしていきたいと思いますんで、ご覧になる方、ここに誰を呼んでほしいとか、どんなことをしてほしいとか、いろいろください。僕にもうちょっとできるだけのことはしようかなと思いますんで、はい、お願いします。よろしいですか、よろしいですか、お願いしますね。よろしいですか、はい、よろしいですね。ということで、まあ新年の挨拶僕はしたかったのでちょっと遅れましたけど、今年もよろしくお願いいたします。最後に3、2、1、やりました。炊飯器、じゃあ